皆さんこんにちは、ハラミンです。はい、いや日曜日です。ということで早速食べていきたいと思いますが、このまあちょっと前から YouTube 界隈では、噂になっていた一蘭さんのカップラーメンがね発売されたんですけど、これ400円なんですよ。400円のカップラーメン、具なしです。具なしのこのスープしか載ってないで、秘伝のタレしかないこの一蘭さんのカップラーメン400円でして、でまあ私の古巣の社長もチャンネルで食べてたりとかしたんですけど、まあ私の地元のですねコンビニエンスストアをですね探しても探しても売ってなくてですね、ドンキにありますよってコメントを見てドンキに行ったら売ってたんですけど、コンビニに全く売ってなくて、やっと手に入ったんですよこの一覧が。ドンキにはいっぱいあったんですけど、なので今日はこの一覧のカップラーメンを食いながらゆるく動画をお届けしていこうかなと思います。まあ、本来ね日曜日はお休みさせてもらってるんですけど、ちょっとねやっぱ日曜日は出した方がいい、出してくださいってお声も聞きましたので、カップラーメンを食べながら飲みながら動画をねやっていきたいと思います。なのでほぼ編集せずの動画になると思いますが、ご了承ください。まあ、たまにはね、たまにはこれでもいいでしょう。おー、スープが溶けきらないな。いい匂いです。あ、でこれが秘伝のタレです。もしお召し上がりの直前に入れてください。辛いって、一蘭って辛いんだっけ。俺でもね言ってね、一蘭って多分ね1回2回しか行ったことない。ゆるゆるこのペーストが乗ってんのが一蘭だよね。知らんけど1回だな、1回ぐらいしか行ったことないな。うーん、見えないね。はい、で私は風呂上がりですのでビールをいきます。乾杯。皆さんもゆるい気分で見てください。うめえ。スープいただきます。麺にこだわってそうですよ。うん、あ、うまい。うまいね。いいね。うん、この夜に食うカップラーメンってなんでこんなうまいんだろうね。でまあ、緩くとは言いましたが、グダグダに何も喋ることがなくお届けするのは良くないと思いましたので、インスタでですね質問を募集しまして、たくさんお寄せいただきましたので、その質問に答えながらカップラーメン食いながらおしゃべりしていこうかなと思います。うん、最初の質問ね、就活が嫌すぎて困ってます、助けてください。なるほど、大学生なんだろうなこの子はな。今某会社が正社員を募集してまして、即戦力になれる人材を募集してるそうですが、スープ名だ。どうですか、応募してみては。あのコメント欄も、あの動画のコメント欄も見ましたけど、なんかやれ休みの日数が書いてないとか勤務時間が書いてないとか、そういうの書いてない会社に誰が応募すんだとかってコメント欄書かれてましたけど、本気で取る気があるんだったらその休みの日数とか
勤務時間とか確発だとかって言われてましたけど、あの募集で応募した人間がここにいますあれよりもひどかったからね。ひどいと思ってないよ。あの村井さんはあの動画できちんとこうでこうでこういう人材募集しますみたいなこと動画できちんとおっしゃられてましたけど、俺の時はツイッターですからね。ツイッターで何月何日明日、そろそろ明日です、明日ストアで面接しますみたいな、履歴書いりません、来たい人来てくださいって、出たい動画に出たい人来てくださいっつって募集かかって、それこそもう勤務時間とかお休みの日数とか、ね、お給料とかそのツイートには何もされてなかったけど、とりあえず編集するわけではありません、出演者募集しますみたいなツイートだけだったけど、俺はもう見た瞬間にあ行こうと思いましたからね。俺から言わせてもらうと、見た瞬間にあ行こうっつって次の日に行くぐらいの人じゃないと、多分採用されてもしんどい思いするだけだと思います。だからこの就活が嫌すぎて困ってます、助けてくださいっていう子も多分あれなんじゃないかな、働きたくないんじゃないかな、働きたくない、まあごめんね、俺就活してないから偉そうなこと何も言えないんだけどさ、働きたくなかったらそりゃ嫌すぎるよ、そりゃそりゃ嫌だよ。働きたくなかったらだから働かなきゃいいんじゃないかな。そのまあ今だったら、まあ、アルバイトの人を決してバカにするつもりはありませんけれども、その正社員と比較してアルバイトの方が取りやすい状況があったとして、ね、アルバイトとかで、ね、周りが就活していくのを尻目に、自分は就職せずにアルバイトで、まあ、言ってしまえば惨めな思いをするしかないんじゃないですか。俺がそうだったからね、しょうがないですわね。だから就活もせず就職もしなかった人間からすると、言わせてもらうと一つだけ言えるのは、嫌なことはしない方がいい、結局続かねえから。嫌いなタイプを教えてください。 BBQ にヒールで来るやつみたいな、わら、うん、これはヘソピアスをしたまま女子高生ものに出る女優さんではなく、ヘソピアスをしたまんま女子高生ものに出させる監督さんですね。タトゥーをしたまんま男子高校生役をやらせる監督さん、メーカーの責任者じゃないですか。嫌いなタイプはそうですね、 BBQ でヒール、BBQ にヒールで来る、まあ BBQ にヒールで来る人、まあ嫌いだとかって多分どっかの動画でも言ってますけど、あの何だったらそんなに嫌いじゃないですからね。おお、嫌だったよと思いますけど、別にそんな嫌いじゃないですよ。ちょっと暑かったんで着替えました。はい、続きまして、もしコロナがなければ今もアップバンクで働いてましたか。退職発表というか、そういうご報告系の動画の中でも言ったと思うんですけど、別にコロナがあるなし関係なく私は辞めてるので、2017年に辞めてるんで、コロナは全く関係ありません。コロナから3年前の出来事なのでね、コロナがあってもなくても関係ないです。続きまして、生きてても楽しくないでしょう。ないでしょう。生きてても楽しくないです。どうしたらいいでしょうか。どうしたらいいんでしょうね。生きてても楽しくない。まあ、そうっすね。生きてて楽しい人っているんですかね。俺も生きてて楽しくないですけど、基本的に。生きてて楽しいと思ったこと、生きてて一回もないので、でも別にどうしたらいいでしょうかとは思ってないですよ。生きてて楽しくないんだったら、生きてて楽しくないまま生きていくしかないんじゃないですか。究極言うと、別にいつ死んでもいいんですよ。明日死んでもいいし、明日別に人生が終わってもいいんですけど、なんか自分で死ぬと一
痛かったりとか苦しかったりとかするじゃないですか。だからしてないだけで、明日な例えば16時にふわっと何の痛みもなくふわっと消えますって言われたら、ああはいそうですかつって、俺多分何の未練もないので、多分全て受け入れるというか、あはいつって言うと思うんですよ。それは多分今生きてて楽しくないからですよね。生きてて楽しくて、例えば子供いて綺麗な奥さんいて、なんかね楽しい仲間とやりがいのある仕事をしてたら、いやどうしても行きたいんです、明日16時にふわっとなんて消えたくないんですとかってなるのかもわかんないけど、俺何もないから別に明日ふわっと消えても別にいいんだよな。だからどうしたらいいんでしょうか。別にどうもしなくていいんじゃないですか。生きてて楽しく、なんかどうかしなきゃいけないんですか。逆に生きてて楽しくなきゃいけないんですか。楽しく生きなきゃいけないとかっていう決まりはあるんですか。人それぞれですよ。楽しく生きる人もいれば楽しくなく生きる人もいるんじゃないですか。俺は楽しくなく生きてます。だって産んでくれって言った覚えないし、生まれてきたいって言ってないし、ね、でも生きていかなきゃいけないんでしょ。だったら楽しくなく生きていくしかないです。インスタ頑張るの整形外科医だけかと思ってました。アナル大丈夫ですか。整形外科医ってインスタ頑張るんですかものすごい偏見がこの人ものすごいですけど、アナル大丈夫ですね。アナルはね大丈夫です。さっきお風呂入ってて、お風呂入りながらもこう指で触って確認しましたけども、あの動画をお尻が大変ですって動画を上げてる時は動画撮りながら絶賛腫れてたんですけど、あれから腫れてないです。一回も痛くなってなくて、今のところ飲みすぎじゃなくて多分ニンニクじゃないかなと本当に思ってる。結構ニンニク説が今浮上してる。あれからニンニク抑えてるんで。好きなタイは、ネバ。はい。で、あとは、自分は引きこもりで最後の一歩が出ません。どうしたらいいですか。質問じゃなくてすいません。いや、質問ですよ。立派な質問ですよ。引きこもりで最後の一歩が出ません。最後の一歩が出ません。どうしたらいいですか。これやっぱ家をこう出ようとしてるんでしょうね、この人ね。どうしたらいいんでしょうね。まあ、どうしたらいいですかって感じてる時点でどうにかしなきゃいけないと思ってるっていうことで、まあ引きこもり、俺ね、そのこそ文春のオンラインだとかね、なんかダイヤモンド経済オンラインみたいなネットニュースでね、よく引きこもりのねニュースあるじゃないですか。あれ読むの好きなんですよ。その親が80歳で、子供が40歳で、で、40歳が引きこもっててみたいな。で、親の年金をみたいな。で、それをどうしたらいいのかわかりません。母親が悩んでる記事とかね。その両親がね、このままじゃいけないと思って、その、なんか引きこもり引っ張り出し屋みたいなね、人にお願いして、その、突入して施設に預けて働けるようにしてみたいな、で今でも〇〇さんは立派に働いているみたいな、そのドキュメンタリータッチなね記事とか読むの好きなんですよ。でなんで好きなのかっていうと、多分俺もあの一歩でそうだったんですよね。そうなんですよ。俺もあと一歩で多分引きこもりじゃないけどそうなってたんですよね。危なかったのかな、どうなんだろうな、ギリギリのところで、こう綱渡りじゃないけど生きてたんだとは思うんですけど、っていうのはまあうちも親が甘いですから、そういつまでもねお金も出してくれてたし、実家に置いててくれてたので、あのままだったらもう多分いろんなことに言い訳をして、なんですかね、こういや周りが悪いみたいな感じでうやうや言ってる引きこもり、それこそ親80歳、
おじさん40歳、40歳の息子、おじさん引きこもりみたいな感じになってたんだろうなって本当につくづく思いますよ。千原兄弟の千原ジュニアさんがよく言うのが、俺も分からへんかったと、こう紙一重やったと、駅前で段ボール敷いて寝てるおじさんたちいるじゃないですか、もしかしたら俺もああなってたか分からへんってよくジュニアさん言いますけど、俺も本当にそうで、俺ももしかしたら本当に40歳50歳になっても家に引きこもって親の年金すねかじって生きてたかも分かんない。俺も分かんなかった、本当に分かんなかった。いやいや言うてハラミンさんそんな感じじゃないじゃないですかとかね、いやいや言うて今はつらつとしてスポーツもやってるし、きちんと YouTube も運営されて収入も言うて結構あるでしょうと、そんなわけないじゃないですかと思うでしょ。そんなことないんですよ、そんなことないんですよね。だからこの方の自分は引きこもりで最後の一歩は出ませんっていう気持ちはめちゃめちゃわかるし、そのなんつうの、記事読んで40歳の息子が引きこもってて、でそこに突入させやみたいな、引っ張り出しやみたいなのをさ、突入させてさ、息子を無理やり家から引っ張り出して職業訓練所に送り込むみたいな記事読んで もう心が痛むというか、その多分引きこもってたおじさんたちは多分裏切られた気持ちでいっぱいなんだろうなっていう、親を信用して、親だけだったんですか、親を信用して、親を信じて、いろんな世間だったり社会だったり学校だったり他の大人とか他の周りに裏切られてきて引きこもっちゃって、親だけが頼りで親だけを信用して引きこもってたはずなのに、その親が自分に向き合いもせずに他の人の手を借りるのかっていうね、その裏切られたっていう気持ちで多分いっぱいなんだろうけど、でももう40歳も超えてるし、そりゃ親がそういう行動に出るのも分かるし、引っ張り出されて職業訓練所に連れてかれて、まあ、これで自分もなんとか言えば無理くりされて、なんていうのかな、楽になるじゃないけど、やっと一歩はみ出せるって気持ちももちろんあるんだろうけど、でもねやっぱりその裏切られたって気持ちはねあるよね。そうなんだよね、俺もねあるからね、俺もその将来を決めずに大学にただう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 だ行ってて、まあ心気持ちの中では芸人になりたい、吉本に行きたいっていうのがずっとあって、でもこうなかなか願書も出せずにうだ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 したりとかしてて、で親父は会社をやってますから、親父はだから俺長男ですから、多分会社を継いでほしかったんでしょうね、継いでほしかったんでしょうけど、こうまあ俺もそう感じていたし、多分親もそう感じていたんでしょうけど、多分家族内のコミュニケーションは圧倒的に足りてないわけですよ、足りてなくて、である時、じいちゃんかな、じいちゃんの法事かなんかがあった時に、親父のなんか高校の時のなんか親友みたいな人が来て、まあ、俺ちっちゃい頃には何回か会ったことあるおじさんなんですけど、別に血もつながってない、ただの親父の高校の時の親友のおじさんが来て、法事の後みんなで飯食いに行こうみたいな感じになるじゃないですか。でそこでなんか、どうしようと思ってんだよみたいなのを、そのなんかおじさんが急に話し出して、なんだなんだなんだってなるじゃないですか。俺その時なんか20歳とか21とかだったのかな。なんだなんだなんで急にこのおっさんが何喋り出してんだみたいな。今日じいちゃんの法事だけどみたいな。なんだなんだってなって、どうしようと思ってんだよ。将来親父の会社継がねえのかみたいなこととか、なんか急に言い出して、はあはあってなるじゃん、こっちからすると、なんでこんな部外者のおっさんに急に言われなきゃいけないのみたいな。でそのおっさんはまあまあまあ、いろんなことがあってちょっとこう大手の会社を解雇とかされてる、なんか決して立派なおじさんとは言えないようなおじさんなんですけど、なんでこんな解雇もされてるようなおっさんにこんなこと言わなきゃいけないんだってなって、でまあ、当時20とか21とかだからもちろん反発もするわけですよ、なんでこんなやつ言われなあかんねんみたいな。でやっぱ親父は、俺の親父はやっぱこう強い人間だと俺も思っていたから、そんなことを他人に任せるはずないと思ってるわけですよ、任せるはずないと思ってたけど、あれ親父がこんなおっさんにそういうの任せるんだとかっていうのが一気にこう
来て、で急にそのおじさんがそんな場で話し始めるわけじゃないないじゃないですか。ないから後々考えると、あれ全部なんかこう、これ全部今日仕組まれてたという、仕組まれてたじゃないけど、全部こう裏でこう打ち合わせじゃないけど、なんかその良きタイミングで、その飯のタイミングでなんか花切り出してくれないかみたいなのをなんかこう要は多分頼んでて、そういうのがこう繰り広げられてたっていうのが全部つながってから、なんで今日あのおっさん久しぶりに来たんだろうとかさ、全部つながって、うわこれクソ野郎どもの集まりに俺引っ張り出されただけやんけってなって、これはあこんな人間になってはいけないって思ったんですよね。でだから多分その年に感情出したのかな NSC、 まあだからまんまとというか動き出したんでしょうけど、そうだからそういうのはありましたよ。だからこの自分は引きこもりで最後の一歩は出ませんって方がいくつなのかわからないですけど、うん、こういう質問をねインスタに、いやてかインスタやってる引きこもりなんていないから、なんで引きこもりのくせにインスタをやってんだよ。おしゃれだな、おい。おしゃれな引きこもりだな、あんたはよ。そうですね。やっぱ世の中にパッと出るのは怖いでしょうし、一回引きこもってしまうと怖いかもわかんないですけど、俺も一回引きこもってて、まあ、引きこもっちゃいないよ、大学は行ってたし。だから将来のあれでうだうだしてまして、ね、どうしようかな。やっぱ才能を試されるのは怖いですからね。NSC に願書を送るっていうね。一回、自分は芸人になるんだっつって、芸人養成所に行くのは怖いですけど、まあ、結果行ったことで人生が動き出して今こういう風にカメラの前で喋る仕事をねしてますから、あそこで願書を出さずにずっとうだうだしてたら俺は多分40歳になっても引きこもりで親の年金で過ごしてたでしょうね。だから分かんないです、紙一重です、人生紙一重です、本当に紙一重だった俺は。まだ分かんないけどね、まだこっからどうなるか分かんないけどね、不安定な仕事ですからまだ非常に分かりませんが、そうですね、頑張ってください、頑張ってくださいとしか言えないですはい、ということでいくつか質問に答えさせてもらいましたけど、たまにこうやってインスタで質問を募集したりとかして質問に答えたりとかってことをね、したいと思いますので、ぜひとも皆さんインスタのフォローとね、あとツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。一覧非常に美味しかったです。ということでご視聴いただきありがとうございました。すいませんね。